なんだ、なんかこの部屋臭いぞ。それに床がヌルヌルする。お帰りのようだな。え、あ、誰だ。すみません、部屋を間違えました。慌てるな、ここは間違いなくお前の一人暮らしの部屋だ。え、本当だ。では君は。この部屋の香り、そしてぬるぬるとした床、これでも何かわからないか。これは納豆。そう、私は納豆。私は昨日お前にゴミ箱に捨てられた納豆よ。それが人間の姿になって現れるなんて。でもなんで。それはお前が私を捨てるからでしょ。なぜ私を捨てた。いや、それは嫌いなんですよ納豆。母さんが健康に気を使えって送ってきてくれるけど、どうしても食べられなくて。かくかてめえは納豆菌浴びるところからやり直せ。いや、義務教育からやり直せみたいに言うなよ。っていうか納豆菌浴びるところがどこら辺の工程かも知らんし。乗車の後、発酵の前だよ。そう言われてもわかんねえよ。そもそもなんで私のことが嫌いなのだ。それはやっぱ臭いからっすかね。あ、ちょっと人に向かって臭いって失礼すぎない。いや、人じゃないよね、あんた納豆だよね。何よ、豆には人権がないみたいに。いや、人権はないでしょ。そんなことだから基地移設とかの問題が収束しないのよ。は、島民にも権利を。いや、その党とは違うのよ。基地問題とか島民、あなたが言ってる党は豆でしょ。うるせえ、口答えしてんじゃないわよ。パック詰めにしてやろうか。なんで詰められなきゃなんないんだよ。というか、納豆はいろんな料理に使うことができる。お前は納豆を食べるためにいろいろな料理を試してみたのか。あー、どれもダメでしたね。納豆オムレツはダメでした。納豆チャーハンは。あー、それもダメ。納豆スパゲティは、もうそれが一番ダメっすね。では甘納豆は。いや、それずるくない。あの甘い豆のお菓子でしょ。あれ名前がついてるだけで納豆とは何にも関係ないでしょ。なんだ、お前はこの私に知識でマウントを取る気か。別にそういうつもりはないけど。私にマウントを取っていいのはネギと卵だけだ。あの、位置関係的にはね、上に乗せるって意味ではね、それマウントとは表現しないから。とにかくお前が私を食べるまで私はここの冷蔵庫に居座るからな。勘弁してくださいよ。ダメだ、私はしつこいからね。ねばっこくて粘着したらなかなか離れないわよ。あ、はいはい、納豆だけにってことですか。納豆だけに。え、なに、どういうこと。なんで分かってねえんだよ、自分で言っておいて。納豆だけに。え、豆、豆だからしつこいとかそういうこと。ちげえよ。なんだ、あんたもしかして天然か。はあ、違うわ、天然じゃねえわ。私は天然ではなく加工食品だ。そういうこと言ってんじゃないの、もう帰ってくれよ。帰らん。お前がぐずるならタレさんとカラシさんにも人間の姿になってやってきてもらうぞ。もう勘弁してくれ。